授賞式から一夜明けました、ストックホルムから中継です吉田さん、えー、日本人の参加者について、そちらではどのように報道されてますか はい、朝を迎えました。朝焼けの綺麗なストックホルムです。こちらの新聞なんですけれども、結構大きく取り上げています。こちらの新聞はですね、平和賞を受賞したマララさんと赤崎教授を並べて掲載しました。で、世界を変えたマララと LED と二人を称えています。 今朝の天野教授なんですが朝、ですねこちら宿泊しているホテルのレストランで朝食をさんと長男の光さんと取りました聞いたところですねとてもよく休めたそうでして昨日のお酒も残っていないということです今日もですね忙しい日が続きますまずはノーベル財団を訪問しますその後現地テレビ局との収録がありまして夜にはですねあちら えー、見えますか、えー、王宮なんですがこちらで開かれるスウェーデン王室主催の晩餐会に出席します、えー、天野教授ですが、えー、15日まで滞在して大学での講演などを行う予定、えー、赤崎教授は今日、えー、中村教授は13日にストック,トックホルムを離れて帰国の途に就きます